ちょっと危ない。で、今1人倒した。で、弾10発使った。2人目倒した。弾8発使った。さあ、前に出る。で、目の前に人がいる。目の前の人を倒したい。目の前に倒す。で、これで、2人倒したか。で、弾を、まあ、何発使ったかわかんないけど。多分、6発ぐらい使いましたね。こうやって、弾を小出しにできるのが強みなんですよ。テールと SMG って。はい、こんにちは。クロシです。今回は、冒頭だけね、音声がおかしかったんで、後取りとなります。はい。で、まあ、専門理論は、まあ、こんな感じでやってます、みたいなトークしかしてないんで、まあ、ここからだけの、動画を引き続きよろしくお願いします。はい、それではどうぞ。まあ、この武器をね、まあ、ちょっと、まあ、同じような運用方法になっちゃうんで、使うかどうか迷ったんですよね。他の武器と。まあ、でもいいかなと。とりあえず、なんかまあ、そういう、ニッチな武器好きな人多そうなんで、このゲーム。まあ、ニッチな武器の紹介もしておこうかなと。かわされた。まずいです。危ない。なんか撃たれてる。何これ。危ない。やばいやばいやばい、なしだ、やばいやばい、死ぬ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 。マジで危ない、今の。あ、ナイス、B 設置、いいね。いい設置。今の距離もやれちゃう。設置中。設置完了。ちょっとアイスさん前線防衛が過ぎたかな。裏側が過ぎてるわ、あまりにも。で、そう、もうちょっとね、ここから雑談タイムに入っていこうかなと思うんだけど、マブさん勝ちなんだけど、まあ、マブさん勝ちに限らず、まあ、テールト系の SMG の話になるんだけど、テールト系の SMG って、あのね、まあ、総じて、僕は、腰打ちの専門技能、まあ、なんて、強化グリップだっけな、強化グリップとアクション研磨っていう、SMG の、まあ、特有、固定かな確か、なんか、多分全部についてるはず、SMG。方法についてる、まあ、その専門技能を僕はおすすめしていて、いつも。これ無理だ。いや、いつもおすすめしていて、まあ、理由が単純に、まあ、低レート系の SMG に合うから。ハイレート系の SMG であればもう勝手にね、当たるんですよ、正直なとこ。なんで別にあえて振る必要がない、専門技能に。まあ振ったら振ったしこう強いな、そうなんだけど、なんか優先度が高くないから、それだったら精度の上昇とか、まあ反動が減るとかに、まあ振る方が確実な、まあ専門技能の振り方ではあるんだよね。で、まあ、それ、そうじゃなくて、まあ、僕の持論としては、テールと SMG は、ちゃんと、わー、マジかよ。ダイナマイト振ってきた。まあ、テールと SMG は、腰打ちに振った方がいいと。で、理由が単純に腰打ちに振るだけの、振ると相性がいいから。まあ、簡単に言えばね、ちょっともう、言葉が選ぶのが難しいんだけど、簡単に言えば相性がいいから。なんで相性がいいかっていうと、まあ、腰打ちって、やっぱり、まあ、どう精度を上げても、絶対に当たらないものは当たらないんですよ。だって、ADS しないんだから、弾がどこに飛んでいくかランダムなんですからね。はい、当たり前なんですよ、当然のごとく。でも、そういう時に、来るかな。あー、無理だった。欲しい。めっちゃ欲しいな。ああいう時とかに、ね、まあ、弾を撃ちながら逃げたりだとか、まあ、そういう動きに長けていること。テーレイと SMG って。まあ、簡単に言ってしまうっていうか、まあ、ハイレイと SMG には叶わないけど、まあ、ああいう風に、弾の持続力であれば勝てるということですね。まあ、瞬間火力だったらって、姿勢に勝てる SMG なんか多分ないわけですよ。1200レートル撃たれたらね。でも、それに勝つには、こうやって、まあ、ちょっとなんだろう、ダメージじゃねえな。レートが低いけど、まあ、ちゃんと、
そう、なんかたくさん弾当てて倒すしかないわけですよね。言葉選びが下手くそすぎて困るな、自分の。ちょっとが危ない。で、今1人倒した、で、弾10発使った、2人目倒した、弾8発使った、さあ前に出る。で、目の前に人がいる、目の前の人を倒したい、目の前に倒す。で、これで、2人倒したか。で、弾を、まあ、何発使ったか分かんないけど、多分6発ぐらい使いましたね。こうやって、弾を小出しにできるのが強みなんですよ、テールと SMG って。もう、姿勢とか使っちゃったら、おお、ほら、こういう風に、多分あなたと、多分弾もう残弾ないんですよ。今、リロードしに行ったと思うんで。キルスピードは速いんだけど、弾をガンガン使っちゃうんで、その分ね、弾の減りが速いんですね。でも、こいつらは弾の減りが遅いので、それを活かすことによって、まあ、弾の減りが少ない分、継続戦闘能力が高い。で、まあ、MP40 でも同じ説明をしたんですけど、実際。だから本当にその通りで MP40 と同じくしてマブも同じような運用方法ができるわけです。なんでこの子にいるの、やばくないだし、まあ少しでもその腰打ちから入ってキルタイムが長いのを少しでも補うためっていう効果もある、もちろん。キルタイムの長さはね、まあ、早打ちで補いましょうっていうやつですね。もうめんどくさいな、本当に。まあ、一回行こう。あれ、ショットガン。前倒して30発使い切る。一人倒すのに10発ぐらい弾使ったね、今まで。一人倒すのにただ10発でいいんですよ。すごくないっていうね。姿勢だったらワンチャン弾、その一人倒すのに15とか20とか使うんですよね、もしかしたら。まあ、そんなね、武器よりも圧倒的にやっぱ継戦能力があるから。まあ、最前線に突っ込むと危ないにしても、まあ、2人目とか。最前線に姿勢持った人を突っ込ませたりとか、ショットガン持った人を突っ込ませて、まあ、2人目で自分が行ってあげれば、絶対にそのカバーできるし、相手弾切れてるから打ち返せないしとかで、まあ、要は立ち回り次第なんだよね、こういう時も。立ち回りが悪いと、そうやってなんか、まあ、その微妙な感じにそのなっちゃうと思うんだけど、戦績的にも。ちゃんとやってあげれば、まあ別に殺せる子たちっていうか、まあある程度やれる武器たちなんで、こういうのも全部。まあそういうのはちゃんとね、考えて動いてあげた方がいいかなと。立ち回り大事だね。よし。うわー、姿勢。いやでも姿勢はああいう風にね、無理やり倒せるのは強みなんだけどな。でも堅実に動くんだったらやっぱりこういうマブとか使った方が、まあ堅実に動くことは可能だよねっていう。あー、畜生。畜生、いけ味方、頑張れ。グレグレ、もっとグレ、もっとグレ、もっとグレ。全員グレを投げ尽くせ。そしたら多分あいつさん入れ、もう生きられなくなる。わあ、MG 鬼がいた。やっちまった。あー、もう MG42 嫌になるな。まあ、MG42 に蹂躙されるのはよくあることだよね。でもお前そんなにビビることじゃないかも。おお、もう90。あー、マジか。確かにやばいな。なんかちょっとテレテス MG が出てるな。僕のね、立ち回りがね、ちょっとアグレッシブすぎるんだよな。もうちょい落ち着いて立ち回るべきかもしれない。負けるな、これじゃないと。そうしないとか、そうしないと負けちゃう。
わあすごい無理これやばいかも負ける可能性ある全然やった。まあまあやったんじゃない。帰りだけされないように。よっしゃー。おい最後殺されたけど。勝った勝った勝った。ジジイ。はい、まあこんな感じですね。マブとか、まあ、MP とか、低レート SMC 系は、まあ、そうやって、まあ、少しでも腰打ちで、まあ、入ったりだとか、まあ、レ打ちってやつかなを、まあ、使いながら、まあ、打っていくと。まあ、とても大事なことですね、それが。だから、むしろそれしないと、絶対にその他の姿勢とかに対して、まあ、勝てるビジョンがないので、これっぽっちも。まあ、姿勢とかにも勝つことを想定して、して戦うのであれば、まあそれが一番いいかなと思います。はい、そんな感じで、まあ終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。